放送事故だ。井口邦子議員宅の二人死亡火災、ミヤネ屋。映像が物議、被害者の可能性もあるのに、正気か、の声など。東京都文京区にある自民党の井口邦子参院議員のマンション一室で27日夜に発生した火災をめぐり、日本テレビ系の情報番組情報ライブミヤネ屋が28日に放送した映像がネット上で放送事故レベルなどと物議を醸しています。番組ではトップニュースで井口氏の自宅火災を報じました。視聴者提供として火災の映像を放送。その映像には強烈に燃え盛る炎とともに人影も映り込んでおり、その人影が手を挙げていたり、ベランダ付近を横切って歩いている姿も捉えていました。報道のあり方の問題ですね。火災の現場で逃げ遅れの人がいたら放送しないというのも一つの考えですが、それも事件の現実だと放送するのも一つの考え。日本は海外と比較してショッキングな映像はどんどん流れなくなっているのはあると思う。911テロや311津波も今の日本だとカットカットで、現場がどれだけ悲惨か逆に伝わらないことになる気もする。撮影した方を批判するコメントが目立ちますが、中国のようにどこにでもカメラがある国と違って、日本は圧倒的にカメラがありません。事件や事故の際に後から検証するにしても、このような映像があれば大変参考になると思います。最近の交通事故はドラレコで映像が残りますが、このような火災の場合は映像があることが後日の役に立つと思います。事故や事件を目撃したらできるだけ映像に残すことが大切だと思います。こういう動画を撮影している一般人って何のために撮ってるの？自分のスマホやカメラに犠牲になった他人の最後の姿なんか残して平気なのかね。鉄道人身事故や交通事故の現場でも駅員や警察の規制線脇から現場を取りまくってる人がいるが、怪我人や遺体、しぶきなどの写真、動画を自分のスマホに残して気分悪くならないのかな。火事の現場のライブ中継の時も、ベランダか部屋の中からか、暗闇に黒い人影、真っ赤な火の背景に手を振ってるのは見えました。ライブ中継の録画をそのまま流したんでしょうね。だから放送事故には当たらない。ライブ中継を見てた人は見てるんだから、とにかく合唱。私はミヤネ屋見ないからこの記事見て驚きました。今はスマホで誰でも映像が撮れる時代。ニュースでも一般人の方の提供動画が出回っている。今回の映像でも人影って見なくてよかった。お亡くなりになられた方のご冥福をお祈り申し上げます。政治的思想的に真偽不明な偏向報道は看過できない。しかしあのような容姿まで、洗練でない映像まで放映してはいけないとは思えない。被害者かもしれないとか、人物の特定ができていない段階で報道できないなら、ありとあらゆる映像、防犯カメラ、SNS 動画は裁判判決後しか放送できなくなります。真偽不明で政治家をバッシングし続けることが可能なら、あの程度の映像は問題ないのでは。悲惨な事故だが、マンション火災の実態を知るのにあの映像は役立ったと思う。映っていた人が被害者かもしれないが、なおさらその危険性を知らせるものだ。また特に秘匿する必要のない景色の中で、たまたま近所だから見えた映像で問題はないと思う。最後までご視聴していただきありがとうございました。コメントを残してくれると嬉しいです。チャンネル登録、高評価もぜひお願いいたします。それではまた。